内閣府が7日発表した自衛隊防衛問題に関する世論調査で、自衛隊に好印象を持つ回答が 92.2% に達し、昭和44年の調査開始以来、過去最高となった。東日本大震災での献身的な救援活動などで、存在が改めて評価された前回調査、平成24年1月の 91.7% をさらに上回った。自衛隊の印象について、良いは 41.4% で、どちらかといえば良い 50.8% と合わせると 92.2% が好印象を持っていることが判明。どちらかといえば悪いは計 4.8% に過ぎなかった。自衛隊の存在目的では、災害派遣が 81.9% と最も高く、今回、初めて質問項目となった島嶼部防衛など国の安全確保が 74.3% で続いた。国内の治安維持は 52.8%、国際平和協力活動への取り組みは 42.1% だった。背景には、75.5% の人が、日本が戦争に巻き込まれる危険性を感じており、中国の軍事的脅威を挙げる人も、14.5 ポイント増の 60.5% に急増していることなどがありそうだ。日本が外国に侵略された場合の対応では、何らかの方法で自衛隊を支援 56.8%、武力によらない抵抗 19.5%、自衛隊に参加して戦う 6.8% と続いた。また、国を守る意識を高めるため、教育現場で取り上げるべきだとする回答は 72.3% に上った。調査は、1月8から18日に、全国の成人男女3000人を対象に個別面接方式で実施した。有効回収率は 56% で、昭和44年から3年ごとにいっている。